絵手紙リリチューブ。水戸家のリリさんです。今回のお題はクリスマスローズ。クリスマスローズは今は種をまく時期のようですが、以前に書いたものをご紹介しつつ、今回はうまい絵手紙と良い絵手紙の違いについてお話を進めていきます。まず最初にうまい絵手紙についてお話ししましょう。一般的にうまい絵と呼ばれている絵は、多分描写力の優れた絵ということなのではないでしょうか。ここで言う描写力とは、モチーフを写実的に描く技術ということだと思います。この描写力は良い絵を描く上でも強力な武器になり得ます。写真と見まがうほど本物そっくりに描かれた絵、それは文句のつけようがないくらい上手な絵と言えるでしょう。しかし上手な絵イコール良い絵であるとは限りません。その絵を見たときに何の感情も湧いてこないのであれば、それは良い絵ではないと感じます。上手だけど印象に残らない絵ということになるのではと思います。そうなのです。良い絵とは人の心に何らかの感情を植え付ける絵なのです。見た時に心に何かしら引っかかりを感じる絵、それが良い絵であり良い絵手紙なのです。リンクはご自身でいきました。コロナ禍で機会は少なくなったのですが、小中学生の絵の作品展などが地域のコミュニティや図書館のロビーなどで開催されていることがあります。その子どもたちが描いたものの中にも、足を止めて見とれてしまう絵って時々ありませんか？それは描写力が優れているからではなかったりします。特に小さい子の絵では、人物を描いてもありえない方向に関節が曲がっていたり、顔の真横に手がついていたり。でも絵の中には感動が詰まっていて、そのことが私たちにも伝わってくるという絵と出会ったりもします。先日私が感動したのは、画面いっぱいに大きく描かれた牛の絵を目の前にした時でした。画面のほとんどは牛の絵で占められていて黒色で、牛の顔の大きさはその体の半分ほどありました。きっとこの子は牛の大きな顔にびっくりし、絵に描いたのではと思います。その牛のお世話をしていると思われる長靴姿のおじさんが、三本爪のクワとともに小さく隅に書かれていました。そしてその牛は灰色の長い舌を出していました。そういえばそうでした。私は子供の頃、近所の農家で飼っていた牛を見に行った時、舌が灰色でびっくりしたのを思い出しました。この子も私と同じように、牛との出会いは衝撃的だったのではと一人この絵の前でニヤニヤしてしまいました。その瞬間の感動を、その時持ちうるすべての力で描いたものは、たとえ頭と体の比率が間違っていようが、画面の大部分が黒色で埋め尽くされていようが、全くもって関係なく、見る人にもその感動やその時の喜びが伝わるのではないでしょうか。
良い絵や良い絵手紙とは、見る人の感情を動かすものと言えるでしょう。もちろん優れた描写力を持っている方は、それを武器にその時の感動をさらにダイレクトに伝えることができるのではと思います。描写力は持っていればそれを活かせばいいし、その力がなかったとしても、感動したことや表現したいことと向き合い、真摯に筆を運ぶことで、おのずとそれが伝わるでしょう。良い絵手紙とは、あなたのエネルギーや思いがぎゅっと閉じ込められ、相手にも伝わり、元気になったり、勇気づけられたり、優しい気持ちになれたり、そんなものが良い絵手紙なのではと思っています。絵手紙には絵だけでなくて言葉が添えられます。絵画は普通言葉を添えたりしませんよね。絵だけで見る人の心をつかまないといけない。画家さんってかなり難易度の高い仕事なのだといつも感じずにはいられません。絵手紙は絵の経験が浅かろうが不得意だろうと大丈夫です。絵のそばに言葉を書き込み、自分の伝えたいことをダイレクトに伝えられるのですから。あなたらしい絵とあなたらしい文字で書かれたあなたの言葉、この組み合わせが絵手紙です。文字の場合で言いますと、丁寧に書かれたものはたとえ下手でも好感度はとても高いと思います。絵も同じです。ゆっくりで良いので、実物のモチーフを見て真剣勝負で挑んでくださいね。色塗りできました。水戸家では絵手紙の通信講座を開催します。詳細はライブドアブログの水戸家日記に書いています。ブログも時々更新していますよ。ブログのリンクを説明欄に貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてくださいね。疑問の疑が分からなくなって、疑問の疑ってこれでよかったのかなって疑問に思った。なるほど、うん、それは大事ですね。はどうだったかなってちょっと疑問に思ってた、うん、なるほど。このお花ですね、うん、クリスマスローズって言うんですけどね、うん、クリスマスにはね咲いていませんの、うん、だからそういう疑問、クリスマスに咲いてないのにクリスマスローズってどういう、うん、ベンベンみたいな。でもこれローズって言ってもね、バラじゃないの。なんて詐欺、詐欺か疑問を持ちましょう。はい、そんな感じ。